はい、チャオ亀岡です。今日の動画はですね、今週の日本株の相場の振り返りですね、それから来週1週間のですね、私の相場戦略、相場観ということで、まあ中長期のですね、今日はですね、トレンド予測をしていきたいなと思っております。で、まずはね、振り返りを行っていきたいなと思うんですが、その前にですね、 えー、そうそうそう。去年のですね、えー、私の総利益ですね。インカムゲインとキャピタルゲインですね。えー、配当と値上がり益。まあ、大体1,500万ぐらいになっているんですけども、どこでどう利確をしてどう戦ってきたかっていうのをですね、まあ、年末年始に向けてかけてですね、えー、動画として皆さんに解説をしながら、えー、シェアをしていきましょうって話をしたんですよね。ただそれをですね、えー、皆さんご存知のように、最近見た人は知らないかもしれないですけども、年末年始ですね、ドンピシャで帰還支援になってしまって、ね、コロナじゃないんですけどね。 えー、それによって副鼻腔炎でしたっけ、えーまあ、鼻水が止まらないというですねさら、えー、にですね、えー、中耳炎になるというですね、えー、そういった、まあえー、フルコンボです、ねえー、をになってですねそれを届けられていないんですよね。でそれをなんかそのコメントで、えー、いただきまして、ね、ちょうど昨日おとといぐらいですねそういえばやりましたかとそうやってないなと気にしていたんですけどもそれで、ねえー、もう明日やろうと思いますので。 明日の動画はですね、週末編の動画を、戦略編を今日まとめて2本ですね、米国株と日本株を上げてしまって、明日はですね、ちょっともう 1, 1ヶ月ぐらい経っち,ちゃいましたけどね、うん、年末にやろうと思っていたら、 2022年の総利益とどこで利確をしたか、どういう戦略で戦って、えー、いたのかっていうのですね、えー、その話をしたいと。そして、えー、今年の抱負などをね、えー、それはビジネス、投資、あとはプライベートを含めて、えー、まとめて明日話していきたいと思っておりますのでよろしくお願いしますで。今日はね、ちょっと真面目な動画になるので、ちょっとエンタメ要素って言いますかね、アニメ要素はちょっと今日は省きます。その分あっさり持っていきますので、えー、よろしくお願いしますね。で、まずは、 えー、当初ですね、えー、午前終わりは、終わり値で、えー、2万、 6400円ぐらいだったんですよね。あ結構このままね、えー、そんなに上がんないのかなと思って見ていたんですが、まあ午後にかけてね、スルスルと株価を上げまして、結局ですね、えー、26,550円ぐらいで終わっています。取引ですね。まあ一進一退をね、えー、繰り返している状況ですね。いろんな、まあ、株系のメディアを見てもですね、今は一進一退の攻防みたいな形がね、書かれています。 まあ今月末に FOMC のね、田ルさんの発言がありますし、まあ0.25でいくのかなと思います。そしてまた0.25。もう一回ぐらい0.25やるかもしれないですけどね。うん。やはりインフレのね、ピークアウトをしてると言っても、下げて、このままですね、また2 3、3%まで向かっていくってことはないような気がするんですよね。一旦はちょっとここでね、反発して揉み合うみたいなことを株価と同じような形であると思うので、まあ0.25を2回ないし3回。 ぐらいいいい行っていくんじゃないかなかと思いま,すまあサプライズはないとしてもね、えー、上がったところはまたねこの後の動画で話しますけどもタカ派の発言がね FOMC メンバーじゃなかったとしても観測気球的に上がっていますよね、まあ、こういうところで、うん、まあ米国株ももみ合うとそして日本株ももみ合うみたいな状況を今月末の FOMC までですね続けるんじゃないかなと思っています。 昨日の、一昨日の動画でね、あげたかもしれないですけども、なのでこういう時はあんまミクロのね、ア、え、リ、ー、さんの目線で、一日一日のね、上げ下げで、一気一遊するんではなくて、ちょっとこういった形でね、えー、目線を広げて、俯瞰してみてね、ああ、どうせ、今はレンジでしょう、みたいなね。 えー、上値2万8000円まで行ったら下げ、圧力が加わるし、2万6000円あたりまで下げればね、また上昇圧力、圧力になっていくと。まあ、この繰り返しだよね、っていう風に見てればですね、そんな一日一日にですね、えー、一気一遊して、えー、大雨だ、みたいなね、えー、津波か、みたいなね、船を出せ、みたいな、漕ぎ出せ、みたいな形で、えー、驚かなくても済むと。引いてみれば、あれ、なんか気持ちいいね、みたいなね、にわか雨かな、みたいなね、あ、虹が出てる、みたいなね、 全然目線によって変わってくるということになります。まあ、どちらかというと僕はね、常に俯瞰で見てますし、そもそも中長期投資家が、デイリーの値動きに対してね、えー、一喜一憂する人なんか全くないですからね。皆さんがデイトレーダーだったら、まあ、これは別ですけどね。それこそ、毎日毎日の値動きに対して、えー、自分の技術を寄せていくっていうことになりますからね。ちなみに今日ね、ほっぺ赤いんですよ。なぜかというとね、これ、暖房効きすぎなんですよね。僕はね、その冬で、ね、 暖房が効きすぎると、顔が熱くなってね、ほっぺが好調するっていうんですかね。うん、するっていう、まあそういった、まあ、血の巡りがいいっていうね。だからちょっとそれから気にしないでください。まあよく YouTuber さんよくね、メイクしてますよ、最近。なんかみんなね、肌白いし、かっこいいなあと思ったんですけどね。結構メイクしてる YouTuber 多いじゃん。俺はかもちろんですけど、<laughs> まあ完全ローメイクなのでね、えー、こういった肌の赤さが出ちゃうっていうのありますけど、これ暖房効きすぎるとね。 まあちょっと話、元に戻すと、だからま中長期投資家だったらね、そんな出入りの動きに一気一しても疲れちゃうだけなので、うん。だから今は、前、ま、も、あ、思い合っていますが、行ったとしても2万ね、7000、2万7500円とか、7500円とか、また2万6000円あたりでね、えー、こう、年次を続けるぐらいなんじゃないですかね。まあ、放たれる瞬間、 を予測できたらね、えー、なるべくこの動画ではお届けしていきたいと思いますが、少なくとも今月末までは、まあその状況が続く可能性が大きいですよね。一方で日本のね、えー、今後の中長期戦略というところで、 事実ですよね。またファクトをちょっと抑えていきたいと思うんですが、消費者物価指数がね、うん、4%上昇ということで、これが1981年以来、41年ぶりの高水準ですね、になったということで、要は、まあ、日本もいよいよですね、アメリカ、欧州、一言のようにこれまで話してきましたけども、インフレがね、徐々に徐々にですよ、足音を まるで軍家のようにね、軍家というのは軍隊の軍家のように、うん、近づいてきているというのを感じして、感じられるということですね。気配がどん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 ね、忍び寄っているということになります。まあそうは言ってもっていうのはありますけども、まあこれまでがね、えー、どちらかというとデフレで低すぎたので、まあようやく4%、まあコア指数はね、えー、コアコアかなまあ3%ぐらいで、まあ実際にはね、うん まだまだ、えー、日本はですね、えー、実態そんなにインフレにはなっていないんですが、まあそれでもね、この40年近くデフレにですね、ずっと慣れ親しんだ私たちにとっては、まあ、やはりちょっとのインフレでも大きなダメージとして応えてしまうということが。 ありますよね。そしてメディアもですね、えー、こぞって、えー、そうに対して、えー、取り上げるので、なんかものすごくね、世の中が大きく急変してですね、我々の生活を脅かされているような気がするんですけども、一方でですよ、えー、我々何度もですね、えー、いわゆる、平均年収がイタリア、フランスにも負けてね、えー、今、先進国、や、 発展途上国の中でも、下から数えた方が早いとかですね。こういったことをずっと、まあ、シャワーのようにメディアから浴びされてきますよね。これを、もしですよ、またイタリアとかにも抜かれてるわけですからね。我々の賃金上昇率。再びですよ、上げていこうと思えば、これはインフレを受け入れないといけないわけですよね。いや、物価がどんどん下がっていくけども、賃金だけは上がってきますよなんて、そんなハッピーな天国の話はないわけですからね。やはり、まあ、トレードオフ。 という言い方が合ってるかどうかはまあ別ですけども、まあ、これぐらいの痛みは、あむしろ甘んじて受け入れて、こっから賃上げに向かっていかないとですね、まあ、わかりやすく言うと、平均賃金とかね、えー、先進国とかにと比べてですね、賃金だけ比べても、それはね、あのー、あまりにも、うん、こう、片手落ちと言いますかね、うん、見てるう情報を が狭すぎるんじゃないかなと思っています。だから賃金も上げたければ、やはりインフレにして企業が稼ぎやすくするとかね、少なくとも農業とか、みんなそうですからね、電力会社とか、まあこれまでね、例えば、えー、ココイチとかねあ、そうじゃなくて、あの、焼き鳥のなんだっけ、まあ290円、取り切れか、取り切り、290円の焼き鳥をね、 え10円、20円上げただけでもねえ、クレームの嵐とかってことになってきたわけですから、それで賃金、アルバイト代を上げようってなかなか厳しいですよね。やはり両方とも上がっていくと。少なくともね、欧州とかって、まあ、東欧もそうですけども、賃金上がってますよ、日本よりもね。この30年間日本がずっと変わらない賃金の中で。まあ、その分物価も上がってますからね。うん。だからそこはまあ、見ないといけないかな。少なくとも両方見て、ちゃんと論じないといけないかなとは思っていますね。あとは、え政府日銀の共同声明から10年、いよいよ、 ま、新総裁ですね。えー、黒田さんが、確か2月3月ぐらいに退任をして、新しく、ま、新総裁が、え、決まってね、スタートすると思います。ま、あこの、今までのね、こう、デフレに向けたですね、えー、政策から、ま、あインフレ、 2%。そのために多少の利上げですよね。うん。まあ、このあたりを容認してくるんじゃないかということになります。これはちょっとまた別の動画でえ詳しく話しますけども、今日はね、日本株の先行き、中長期戦略の話なのでね、もしそうなってくるとまた動いてくるセクターっていうのね、決まってきますし、それこそね、ファイナンス系、金融系、結構ね、こういった株式マーケット周りもね、いわゆるね、え、ー ありますよね SBI とか楽天。まあ、楽天は楽天グループになっちゃうのか。まだ独立して上場せないですからね。まあ、この辺りもね、上がってくる可能性もありますよね。特に今後、積み立 NISA とか NISA がね、拡張されると投資家がさらに増えるということもありますから。そしてインフレ,ンフレになるってことは、やはりそのままね、現、え、金、ー、のまま持っていけば、えー、インフレに合わせて目減りしていくというのは、これは皆さんも知っていますよね。なので、より投資が加速されていくと思いますので、 まあ銀行、ファイナンス系だけではなくて、もしかしたら証券、会社株みたいなものも注目されていく可能性があります。まあこういうのもね、えー、こういった政治の動き、経済の動きから次動くかもしれないですよもちろん。これはエンタメ的に聞いてもらいたいですし、えー、ズバリね、えー、そのまま的中させるのはなかなか難しいですけども、少なくとも予測はできますよね。まあこういうことを おおまあ、プロの投資家とかはやっているということになります。まあ、僕の場合はね、このチャンネルでは出し惜しみなく話していますからね、えー、別にそれはいろ、まあ、んな理由がありますけども、一つはまあね、株だけで生きてないからっていうのはありますよね。もともと本業は会社経営者なのでね、えー、まあ別に株だけに頼ってたら、 逆にサロンとか開いて、開いてですよ。熟成を募って、えー、情報をね、えー、クローズ化してね、えー、そこで稼ぐみたいなことをやってると思いますけども、そもそも株の利益より、僕、会社経営の利益の方が大きいですからね。うん。まあ、そういうふうに考えると、まあ、別に多少し,しみなくやっても、別に構わないということで話せますけども、だこういった、まあ、トレンドをね、えー、見ていくと、いいんじゃないかなと思います。まあ、この動画を見てるとね、そういった話をしてるので、 えー、理解しやすいとは思いますけども、で、ですよ。ただね、今こういった形で、えー、まあいろいろ、日銀関連もね、騒がしいですし、まあデフレを脱却してインフレにして,していく中で、結構メディアのミスリードみたいなことも多いです。ただ僕のね、考えを今話させていただくと、これこんなツイートをしたんですけども、約30年もデフレだったわけですよね。我々はそのデフレの苦しさ、まあ楽さもあったわけですけども、やはり賃金が、 で欧米に比べて上がっていないとかね、先進国だけじゃなくて、発展途上国にも抜かれてるってことに対して、もう嫌気がさしているわけですよね。うん。これをやはり脱却をしていこうと思えば、やはり今のインフレ、えー、そして円安、そして賃上げ圧力の状態をですよ。うん。最低でも10年はいいですよ。うん。そしてデフレの政策と比較をしていくことがやっぱり大事ですよね。このまだたった半年ぐらいですかこの、 円安とかね、インフレとかが始まってですね、まあ1年経ってないと思うんですよ。まあ、これぐらいでビビっちゃってるようではですね、やはり賃上げの次の政治に行きにくいと思いますし、そもそも30年間デフレだったわけですからね、たった半年でそこと比較もできないですよね。うん。10年は僕は続けるべきだと思ってます。もっと行き過ぎは良くないですよ。ちゃんと統制をしていく必要がありますけども、検証するにもデータが少なすぎるだろうということでね、 えー、じゃあ皆さんまたね、えー、賃金が上がらない30年間のデフレに戻りたいですかと。戻りたくないと思っているはずなんですよね。だから円安、うん、インフレ、そして賃上げ圧力を加えていくってですね。おそらくこれを2年、3年と続ければ続けるほどお、賃金は上がっていくと思います。欧米とか先発展途上国のようにですよ。日本がそれだけ例外ってことはないのでね。うん 当然、賃金が上がらない会社から賃金が上がりやすい会社に人の移動も始まっていくわけですからね。うん。それがセットになっていくってことなので、間違いなく上がるんですよ。実際の話ね。だから10年は維持した方が僕はいいんじゃないかな。ただ、これは僕の個人的な見解ですし、まあ、興味がある方はね、えー、ツイートを今日見てもらって、コメントなどもらえたらなとは思っております。もちろん、こちらのコメントでも大丈夫ですけどね。あとは、2022年の貿易赤字ただ、もちろん、苦しい部分もありますよね。うん 一つは、まあ、賃金が上げにくい中小企業ということになりますけども、これはやはり、そこに働いてる人がですよ、うん、まあ、その、学び直しを行って、より賃金がもらえる会社に、やはり転職をしていかないと、中小企業もね、そうは言っても30年間賃上げができてこなかったわけですから、やはりその賃上げ圧力ってものがそこまでいかないですよね、中小企業までですね。じゃあ、賃上げできない中小企業はどうするのかと。 これはシュリンクをしていくしかないんじゃないかな。つまり、社長を中心にして、家族さんとですね、えー、その数人のおまあ親族とか、ついていこうという社員さんだけでやっていくと。その少人数になれば、もちろん賃上げができますからね。そしてより賃金が上がっていきやすい会社がよりスケールを拡大していくということになるんですが、 まあこれが欧米とかで行われてることですからね。だから賃金が上がってるわけですよ。いやいや、そんなことはしたくない。日本式で行きましょうよってなったら賃金上がらないんですよね。だから全て良しってことはないですよね。トレードオフですよね。どっかを得ようと思ったらどっかを失うと。これがやっぱり大事になってくるかなと思います。あともう一つね、やはりデメリットとしてはね、貿易上がりということで、 まあ今回ね、円安になってますから、えー、そういったエネルギー価格の輸入コストですね。それからもう一つね、えー、肥料ですよね。これがものすごく今、えー、割高になっていると。だから卵も上がってるわけですよね。うん。餌もそうですけどね。もちろん電気代とかもあると思います。あとイチゴが高いですよね。なんでイチゴが高いのかというと、当然ハウスで作ってるから、電気代とかね、えー、ガス代とか、 あのあたりがものすごく高騰が効いてるんだと思いますね。なので、えー、貿易上がになってしまったと。ただこれもね、うん、まあ、原発が動いてくるかどうかっていうのはありますけど、あとやっぱり、やっぱり電気代安いと思うんですよ。日本の場合はですね。もちろんもっと安いとこ見れば <laughs>、キリがないですけども、ももっと高いとこもあるわけですからね。うん、まあ多少、まあちょっとね、えー、適正レベルまで上げて、かつ、まあ、 次世代エネルギーにこういった場合はね、えー、投資がようやく向くわけですからね。やっぱ安いエネルギーにどうしても依存してるうちは、次世代エネルギーの開発の方には向かわないわけですよ。それはアメリカのシェールガスもそうですよね。えー、原油が安いうちは、むしろお、シェールガスとかって倒産しちゃうわけですよ。おそれは地中深く掘る方の方がコストが高いですからね。同じような形で、うん、だからその次世代エネルギーに日本を向かわせようと思うと、 やはりこういった一つのね、うん、ギャップっていうんですかねそこに向かわせるためのまあその痛みみたいなものは必要かなと思いますしあとやはり、うん、まあこういった形で円安にそのダメージを受けてますけども一方でね、うん、海外外資ですか、えー、日本が持っているものを 売ってますよね。これによる利益もあるわけですから。まあ、それがまあね、皆さんの意見、うん、もちょっと聞いたんですけども、40兆円とか50兆円あると一世,世代言われていますよね。まあ、別にこれ超決されてると、まあね、安く見積もっても思えるのでね、えー、そういうところをうまくね、えー、そこは使っていったらいいんじゃないかなと思います。まあ、どちらにしても、まあ、5年先までインフレがついてるっていうことは考えにくいので、 まあ、ここは耐えるしかないかなと思います。トレードオフの中でね。で、それらのね、えー、日本株を中心にした戦略であったりとか、最後にチャートを見ながらね、えー、今後の私の考え。あとね、注目株1名から今日紹介したいと思っております。この流れの中でね。ただね、えー、この前、その前にですね、えー、このチャンネルでは最近文字情報ですね、もうちょっと、えー、会社の方が忙しくて、まあ、2日3日に1回ぐらいしか動画をお届けできてないので、文字情報ではお届けしています。こちらのね、えー YouTube の私のチャンネルのトップページにコミュニティっていうね、タグがありますので、こちらの方を見てもらうとね、えー、出ていますので、ぜひ覗いてみてください。ということでね、えー、その他のニュースを見ていくと、まずはね、注目銘柄ということで、夕暮れなんですね、えー。その流れの中で、えー、いよいよね、バイオ燃料普及へ、マツダなど4社が、えーま、出資をしたというぐらいね、 ユーグレナはね、この、いわゆるこのバイオマスですか、えー、このユーグレナをね、こう、まあどういう技術を使ってるかはちょっとわからないですけども、石垣,石垣島か何かでね、えー、まあ量産してるわけですよお。このね、微生物っていうんですかちょっとお、なんていうんですかね、こういうゾーリミスみたいなやつですよ、うん。まあ本日見てもらうと出てますからね。うん、これをユーグレナっていうんですけども、これをですね、えー、バイオ化して燃料にしたいと。で、もうすでにね、バスとか飛行機とかを動かしているんですよね。 ただ、その割合がね、たった1%とか2%、残りの98%は石化燃料、要はガソリンで動かしてるんですよね。燃料をね。だから、これ本当に実用化するのかなと思ったんですが、これもやはりエネルギー価格が高騰してくるとですよ。今まで研究開発に、まあ、お金が回らなかったのが回ってくるわけですよ。これは先の冒頭話した、要は痛みが次の開発につながるということですね。 ま、中国でもありますよね。えー、レアメタルとか、えー、輸出制限されて、そこから日本がね、さ、え、ら、ー、に技術開発をして、えー、もっと、じゃあコストをかけて、ね、えー、より良い、えー、レアメタルがなくてもいいような、えー、製品を作っていこうかということで、おそらく200億、300億ってもちろんその時は投資をしたと思いますよ。それによって、 えー、中国に頼らなくてもいいような工業製品とか、えー、部品とかね、技術が生まれてきたわけですよね。同じですよね。うん、今回エネルギー化学がきついということで、えー、バイオマスを使った開発にようやく、うお金が集まりつつあると。あーいうぐらいのこれによってね、えー、本当にいい目覚ましい発展を遂げればですね、これはこれ面白いんじゃないかな、ということで、えー、ご紹介します。ちょっと株価で、本当はここに、どこにあったかなこれか。えー、で、ちょっと今ね、えー、動いてるっていう。 まあこの情報によってですよ。うん。面白いんじゃないかなということでご紹介しました。あとはね、えー、このゾンビ企業が増えているっていうところでね、えー、ちょっとスライドが、えー、ちょっと順番間違っちゃってますけども、えー、ゾンビ企業ですね、えー、中小企業ですね、18.8万社ですか、あるということで、まあ、よくゾンビ企業、ゾンビ企業ってね、僕も中小企業の一、まあ、オーナーなので、あんまりね、いい響くじゃないですよね。うん ただね、このゾンビ企業というものが、まあ、増えているんですけども、これ、今まで僕知らないで使ってたんですよね。うん、ゾンビ企業っていう言葉を。皆さんも多分そういう人多いと思うんですが、定義があるって知ってました。これ面白いなってことでね、まあそういったビジネス的な知恵もね、えー、紹介できたらと思ってるんですけども、確か、何だかな、こう10年、設立10年以上ですか。うん、で、えー、かつですね、確か利払いですよね。利息の支払いをすると赤字になっちゃう会社かな。うん。 要は、まあ、ま、えー、黒字の中で利息が払えないと。ま債、あ、務超過ですよね。えー、借金があるので債務、債務超過。で、10年以上と。まあ、これをですね、ゾンビ企業というらしいです。まあ、僕もちゃんとちょっと、詳しく、時間がないので読んでないので、あの、よし、ぜひね、このタイトルを入れてもらうと、出てきますので、見てもらいたいなと思うんですが、 ま、これもね、だから結局賃上げに耐えられないと思うんですよ。冒頭で話した通りですよ。こういったね、えー、家族経営の会社もあると思いますけども、そうなってくると、やはりそこにいる社員さんが賃上げされないんだったら、賃上げがされるような、まあ、業種、業態、会社に移っていくっていうことも、まあ、これも痛みですよね。だ痛みを恐れて、痛みがない方がいいってなってしまうと、もうこのまま日本、正直終わっちゃうのでね。うん。僕も経営者だから嫌ですよ。 社員が辞めていくとかでもそうしないと日本全体の賃金も上がっていかないですし結局ゾンビ企業も減っていかないっていうことになりますよねそうなるとゾンビ企業どうするかというとじゃあお父さん会社を生産するっていう初めてそこで決断ができるようになりますしね社員がみんないなくなっちゃったみたいなよかったじゃないみたいなそうだなってなるわけですよ経営者っていうのは彼らのもうその老後を考えなくていいのかでその時に生産しようかか 俺とお前だけでやっていかないか。そこでこう、シュリンクして小さくなった会社で、もしかしたらそれだったら黒字化する可能性があるわけですからね。まあ、こういった緊張感のバランスですよね。うん。もう,う、今後は日本の場合必要になってくるとは思いますね。ただまあ、ゾンビ企業が増えてるっていうのはね、まあ、良くないニュースかなとは思います。あとはね、えー、内閣支持率これ最後ね、えー、最低の26.5%と、まあ、4ヶ月連続で、えー、危険水域なんですね。うん。これもしかしたら、 もしかするかもしれないですね。岸田さん急に、うん。まあ、いつかとは言わないですけどね。うん。その今後の日本自民党のことを考えて、ええー、じ、まあ、辞任するじゃないですけども、あり得るかもしれないぐらいの、まあ、最低な支持率になってしまったということになります。でも最近の、僕は別に岸田さん嫌いじゃないので、最近の岸田さんは、まあ、緊張感を多少、多少は持って、え、決断早めているとは思いますけどね。 まあ、その、ついそ、この間もね、そうは言っても、あの、五手、検討って言っちゃいましたけどね。あの、検討って言葉はやめた方がいいと思うんですけどね。うん。なんで検討って言っちゃうんですかね。うん。その言葉が、結構みんなもう、おなんて言いますかね、嫌になってるっていうか、とは思うんですけどね。うん。で、次誰がなるか。まあ僕は結構菅さん推しなので、これは今言い始めたことじゃなくてね、菅さんが総理になる前から、 ね、そのタイミングから菅さんいいんじゃないかってことをみんなね、この番組では言っていますけども、まあどうなるか分かんないのでね、まあ北さんがこのままね、まあ粘り強くやっていく可能性がありますし、まあそれはそれで日本を良い方向に持っていってくれるんだったら別にいいんじゃないですかとは思いますしね。で、最後にチャートね、うん、だからまあ冒頭に話すとおり、まあ今横々のレンジを続けてますし、まあマクロの視点って言いますかね、えー、ミクロではなくて、俯瞰で見れば、 結局、この1年間ぐらい、ずっと皆さんが、僕が話している、このうなぎのかば焼き相場の節目ラインを行ったり来たりするだけだと言っても過言ではないですし、その中でのベアマーケットだということです。要は、下げトレンドって言いますかね。うん。弱気相場の中でのレンジ。ただただただそれだけということになるので、まあ、そんなに一気一休、一期一休を日々の動きの中でしないということが、まずは大丈夫。 大事だと思います。それが自分のメンタルをコントロールすることの最大の秘訣になると思いますからね。まあ、このあたりについてはまた明日の動画とかで、えー、振り返りながらね、1年間を2022年、えー、詳しく話していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。で、この後、次の動画はね、世界情勢編ということで、特にアメリカ株ですね。ちょっとね、えー、ダブルトップになりそうな感じもするんですよね。これについて話していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。それでは高速でっこ。